さん、こんにちは、なすめぐみです。はじめまして、土屋美恵子です。はい、私たちは、ポミツ .com の中で、インターネットラジオ、エビエビミュージック丸をお送りしているパーソナリティ2人なんですけれども、はい、そうです、どんな、エビミュージックはどんな番組だと思う？ハッピーでラッキーな番組。ハッピーでラッキーな番組、それじゃわかんないね。番組めぐちゃん、お願い、説明して。詳しく説明すると、まずゲームミュージックを、紹介するっていう基本コンセプトがある番組なんですけど、皆さんにミュージックを聴いていただいて、楽しもうっていうことなんだけど、そうだね、それだけじゃなくて、いろんなゲストの皆さんに来ていただいてます。そうです、はい、ゲストの皆さんと楽しいいろんなコーナーもお送りしています。はい、もりもりなくさんです。はい、いつもはね、私たちは静止画でしか、ご覧になってないと思うんですが、止まってます。 DVD にやってきました。動いてるよ、初動きです。はい、さて今日は、そんなエビミュージック、いつもでは見られない裏側、どんな感じで撮っているのかな、どんな感じで収録しているのかなっていうのを、皆さんに見ていただきたいと思います。メイキングですね。メイキングですね。見て見て。はい、それでは VTR エビエビ。でしょうか、でしょうか。私たちいつもこんな感じで収録をしています。楽しそうでしょ。楽しそうでしょ。楽しいです。はい、ウチウキです、ね、はい。実はですね、早速なんですが、このゲームゲームウェーブ DVD の中で、私たち2人にやってほしいというメールが、もう実はじゃんじゃじゃんと出てきてるんですね。しかもポケットから出てきたよ、メールが。忍ばせてました。すごい、はい、早速読んでみたいと思います。はい、エビエビの二人にやってほしいこと。はい、めぐみちゃん、みえこちゃん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく番組聞いてます。ありがとう、ありがとう。突然ですが、お二人はプレッシャーに強い方ですか？よく追い詰められると強い人とかいますよね、そういう人ってすごく羨ましいんですけど、そこでお二人のうちどっちがプレッシャーに強いかをゲームで競ってください。どう、強い？弱い。私も弱い。どっちもどっち、きっとどっちだね、きっとね。いいよ、でも頑張っちゃう、ということで、お二人に早速ゲームで対決をしてもらいます。ルールは至って簡単。膨らみ続ける風船のプレッシャーに耐えながら山手線ゲームをしていただきます。風船が割れた時点で持っていた方の負け。勝った方には自己 PR タイムが与えられます。そしてさらに、それだけじゃなくてもう一つプレッシャーがどうかあるとか聞いてないよ。何？もう一つは、ある人がずっと見つめます。誰？ある人って誰いないよ。何？誰？さらに負けた方はその人に何かされます。何されるやだって。しかも何かって書いてまだわかんない。何？さて、その人とはこの人です。あ、誰？どなたですか？え、なんかちゃんって言った。やだ
ゲームの方を始めさせていただきます。はい、お題がですね、プロ野球チームの名前です、はい、わかんない、ごめん全然わかんない。お題はプロ野球チーム、いやいやいや、ちょ待って、いろいろやってます、ホームページでチェックしてね。ということで引き続き私たち2人にやってほしいことを募集します。どんどん送ってきてね。それじゃあまたね、バイバーイ。ということで2人にやってほしいことを大募集。本誌に同封されているハガキに書いて送ってね。お待ちしてます。